ママ約束する。誕生日に毎年手紙書く。亡き母から届いたバースデーカード。のんちゃん誕生日おめでとう。それから毎年手紙が届いた。のんちゃんにお願いがあるんです。ママはどうしてこんなお願いしたんだろう。手紙今年は何だって。今年は読まないことにした。ママに人生決められたくないから。ママに謝れ。じゃあここに連れてきてよ。どうして私は会えないんだ。19歳ののりこに、20歳ののりこに。それでも書いてほしいよ。だって約束したろ。天国の母が10枚の手紙に込めた本当の思いが明かされる。バースデーカード。10年前答えられなかったことを今答えます。